国連の調査は終了した。これより葬儀の準備に入る。みんな、始めよう。一つの旅は煉獄に終わる。しかし願おう、地獄をめぐる旅人たちが今度こそ天国へ至ること。次はこちらです。違うな、この兵士ではない。似ているが違うな。どうです？見せてくれ。この兵士で間違いないでしょうか？ああ、ありがとう。会いたかった。これから私がすることをどうか許してほしい。まだいけるな。
カバーしてくれ。カバー頼む。カバーしろ。援護してください。了解です。了解、承知した。いかん、ダメだ、敵を見つけた。ゴーゴーゴー。全ての鍵となる。シグナルを確認。パッケージを回収する。そいつに随分ご執心のようだな。あなたもすぐにそうなるでしょう。この兵士こそが登場を待ちわびていた旅人、聖堂を踏み外した罪の担い手ですよ。君は相変わらず私的な居場所を好むな。しかし今は付き合っている気分ではない。本題に入ろう。報告は読ませてもらっている。こいつは規制されているそうだな。ええ、その影響で今は仮死状態にあります。だがそう遠くないうちに目覚めるでしょう。そして人類に対しての脅威となる。そうはなりません。何言ったでしょう、旅人だと。この兵士には地獄の門をくぐってもらうつもりです。バカな、本気で言っているのか。部隊から連絡が途絶えてもうしばらくになる。そして我々に残されたエナジーは一人の人間をやっと送れるかどうかというほどしかない。セクションの命運をこいつにかけようというのか。規制されたこいつに。だからこそですよ。もはやこの兵士はこちらの世界では生きられない。逆に言えば向こう側での任務にこれほどふさわしい人材はいない。違いますか。そしてもう一つ素晴らしい素質を持つ。腕を見てください。ただの腕だ。その腕は半年前に切断され失われていた。なんだと。だが再生した。規制により肉体が活性化した結果です。それだけなら問題ではない。重要なのは人間の腕として再生したこと。規制に対して驚くべき順応性を持っている証です。この兵士ならば、亡者のはびこる向こうの世界に
必ず適用します。1943年のフィラデルフィア計画、初めての転移実験で見えた未知の世界への希望、この兵士はそれ以来我々が求め続けてきた全てのものを手に入れることができる。我々は幾度の失敗を繰り返してきた。半年前にもな。根拠のない考えに賭けるわけにはいかない。根拠はあります。地獄に落ちた人間は遠くにあるものはよく見えるんですよ、グルーエン。またお得意の予言か。ザレノとはよせ。この提案はセクションやあなたに光をもたらす。あなたはこの兵士を今後も実験体として扱うつもりでしょう。だがそれで得られる成果など所詮微々たるもの。任務が成功すればその利益は計り知れない。停滞しがちだった研究を、いやそれどころか世界を一つにする力となりう。セクションの合意を取ろう。何にせよ君の独断専行は目に余るものがある。今後の対応は追って指示する。それまでは決して勝手な真似はするな。勝手な真似はするなか。何も知らずに幸せな連中だ。未来は私の手で切り開く。その場所こそワームホールの向こう側、ディーテ世界だ。ここからは一切の希望を捨てよ。恐怖も疑心もだ。君にとってのベアトリーチはその先にある。さあ任務に移れ。ブリーフィング通り、まずはベースキャンプに向かうんだ。ミッションでは武器も装備も現地調達となる。食料もだ。地獄の門をくぐるには全てを捨てる必要があったのだよ。君のことはワームホールを介した通信でモニタリングしている。
そうそう、私の呼び名だがグッドラックとでも呼んでくれ。旅の水先案内人としてはいい名前だろう。ライフが低下しているな。仮死状態から蘇生したばかりだ。無理もない。ライフがなくなれば君も亡者の仲間入りだ。注意したまえ。そこを乗り越えるんだ。こんなところでつまずくなよ。ベースキャンプはまだ先だ。ベースキャンプはその廃墟を通った先にある。さあ行け。そこからが本当のディーテだ。両手を挙げてそいつから離れろ。その装備、マザーベースの残党か。おい、大丈夫か。何をした？
世界の亡者ワンダラーだ。手に入れた武器で排除しながら先に進め、銃声で他のワンダラーも集まってくる。それがディーテ世界の亡者ワンダラーだ。手に入れた武器で排除しながら先に進め、銃声で敵が多いが皆飢えている。戦うか避けていくかは君自身で判断しない。お前の悪運を分けてもらうぞ。俺は仲間を撃って生き延びた。何があろうと死ぬわけにはいかない。お前には山ほど聞きたいことがある。あの化け物は一体何なのか、ここはどこなのか、俺の部隊に何が起きたのか答えろ。質問には私が答えよう。あんたは？君の話し相手だよ。名前が必要ならグッドラックとでも呼んでくれ。そういう君は何と呼べばいい？リーブでいい。やはりな。何がおかしい？いや、気にしないでくれたまえ。さて、最初に言った通り、君の疑問に答えるとしよう。君たちが遭遇した化け物の名はワンダラー。詳しい説明は省くが、あれでも元は君たちと同じ人間だ。だが未知の生命体の規制によりあのような姿になった。そしてそこはワンダラーによって滅ぼされた世界。君たちが元いた世界とは異次元にある地獄だ。未知の生物に異次元？おい、
ふざけるなよ。本気だ。それに私の話を信じようが信じまいが、君は今自分が危機的状況に陥っていることは理解できているはずだ。そうだろう？そこでだ、君にチャンスをやろう。こちらの任務に協力しろ。そうすればその世界からの帰還の際に君も同行させてやる。我々は君にとっての命綱だ。よもや断りはすまい。これが済んだらあんたを地獄に叩き落としてやる。いい返事だ。では予定通りその廃墟を抜けてベースキャンプへ向かってくれ。手段は君とキャプテンに任せる。キャプテン？こいつのことか。不満か？もともと任務でこの地を訪れることになったのは我々だ。必然的にリーダーは君が譲るべきではと思ったのだが。まあどうでもいい。では俺から作戦を提案する。グッドラックの指示通りベースキャンプとエラに向かうにせよ、そこに化け物まで連れていくわけにはいかない。幸い部隊の工兵が持っていた C4 がある。ここを潰すには十分な量だ。俺は C4 の設置に動くから、その間にお前は一足先に廃墟を離脱、退路を確保してくれ。よし、では作戦開始といこうか。自分一人で逃げるなよ、キャプテン。あの男はなかなか使えそうだな。さて、このまま武器もなしに行くつもりもないだろう。周囲にあるもので武器を作りたまえ。 DT 世界にはあらゆるものが次元を超えて流れ着いている。使えるものもあるはずだ。任務遂行のためにも収集するといいだろう。簡単なバリケードなら破壊するのはそう難しくないはずだ。さっきクラフトした武器を試してみるといい。ワンダラーだ。不要な戦闘は避けていけ。ワンダラーには視覚と聴覚があるのが確認されている。視界に入ったり大きな音を出せば奴らは襲いかかってくるだろう。姿勢を低くし
ゆっくり移動するんだ。君が敵の気配を感じたとき、スレッドリング上にその情報が表示される。これにより敵の状態と方向も把握できるだろう。亡者の誘いをかわしたければ活用するといい。その先にもワンダラーがいる。先へ進むために排除するんだ。ワンダラーは光背部の結晶体を破壊することで機能を停止させられる。背後からスニーキングで接近できればナイフで仕留められるだろう。した武器で排除しろ。したようだな。先へ進みたまえ。
そこからはしごが見えるか。登っていけ。ベースキャンプはその先だ。こちらリーフ、C4 の設置が完了した。これより離脱する。
よし、蘇生はうまくいったようだな。目覚めたばかりで混乱しているだろうが、時間がない。ワームホール採掘機の起動シーケンスが終了するまでに要点だけ説明しよう。いいか、君にはこれから別次元へと行ってもらうことになる。いや、疑問はもっともだが、問答している暇はない。黙って話を聞くんだ。この写真を見ろ。1968年のベトナム北部のとある町でアメリカ軍部隊に同行していたジャーナリストが撮影したものだ。撮影者はすでに死亡している。写真の怪物に殺されてな。その怪物はもともと我々と同じ人間だ。信じられないかね。セクションではそうして怪物化したものをワンダラーと呼んでいる。未知の生命体に寄生されたことでそのような姿に変異したのだ。ワンダラーは非常に強い凶暴性を持ち、遭遇した人間を見境なく襲う。そして厄介なことに、ワンダラーを破壊しても寄生した生命体は死なないのだ。放っておけば連中は瞬く間にその個体数を増やし、人類の脅威となるだろう。だが幸いなことに、今回彼らが現れた地域はアメリカと戦争中のベトナム領内にあった。おかげで我々は派遣軍に紛れ込ませる形で迅速に対処部隊を展開。対象を完全に排除し、その作戦行動を各地で散発的に発生する虐殺の一つに見せかけることができた。無論セクションが奴らの発生を感知できたことには理由がある。私たちはこの未知の生命体のことをもう何十年も前から知っていたのだ。そして奴らが生息するもう一つの世界のことも。こちらの世界とよく似た姿を持ちながら住むのは亡者たち、地獄のような場所だ。私たちウォーデンクリフセクションはおよそ30年前に初めてその世界へとつながるワームホールを観測して以来調査を続けてきた。なぜならワンダラーから抽出できるクヴァンエナジーは世界のパワーバランスに影響を与えかねないほどの膨大なエネルギー資源であったからだ。半年前 XOF の襲撃を受けた君たちのマザーベース上空に巨大なワームホールが発生。あの一件で我々はその世界の位置座標を特定した。そうして研究開始以来初となる有人調査隊カロン部隊を派遣する運びとなったのだ。だがカロン部隊は派遣からしばらくして完全に消息を絶った。セクションでは全滅判定を下している。君に依頼する任務は2つ。カロン部隊が残した研究データとクヴァンエナジーの回収。そしてもしカロン部隊の生き残りを発見したら救出することだ。本来ならもっと多くの人員と装備が必要なことは承知している。だが準備する時間がない。地獄の門番に追われているものでな。それに今あるエネルギーでは人間一人を送り込めるだけのワームホールの生成が限界だ。断りたいか。だが無理だ。君にそんなことはできない。なぜなら君は先ほど話した未知の生命体にすでに寄生されているからだ。君も怪物にはなりたくないだろう。ならば私に従え。カロン部隊の研究データには
ワンダラー化を止める手段も記録されているはずだ。採掘機の準備が整ったようだ。向こうに着いたらまずはカロン部隊が使っていたベースキャンプへと向かえ。他の細かい指示は全て無線を通じて行う。では地獄で会おう。グッドラックキャプテン。緊急時スリープモードを解除します。再起動開始。支援用プログラムバージル89再起動完了。34日と9時間12分2秒ぶりの帰還です。成果の報告をしてください。よく確認を。彼らはカロン部隊の隊員ではありませんよ。端末の反応を検知しています。接続を行ってください。セクションとの通信接続を確認しました。パーソナルデータを取得。カロンの船へようこそ、キャプテン。まずは自己紹介から始めましょう。私は独立型作戦支援用プログラムバージル89です。以後よろしくお願いします。化け物の次は喋る機会とはな。驚くことはない。彼女はもともとカロン部隊に支援 AI として同行した機体だ。ここでの合流も予定通りだよ。内蔵データベースに適合する音声を確認しました。お久しぶりです、グッドラック。ああ、久しぶりだな、バジル。目覚めて早々悪いが、君に新たな任務を与えたい。詳細はそのキャプテンの手だ。これは想定外のことが起こった。バームホールが閉じようとして、おそらくブルーレンの仕業だ。バージ
グッドラックからの無線が途切れたのか。大丈夫なんだろうな。問題ありません。キャプテンの任務のサポートは私が引き継ぎます。先ほど接続した端末から任務に関する情報はダウンロードしました。サポート体制はすでに万全です。情報によるとカロン部隊はすでに活動を停止しているようですね。キャプテンの任務はカロン部隊のデータおよびクバンエナジーの回収、そしてディーディ世界の調査と生存者の救助、以上で相違ないでしょうか。さっきから当たり前のように二人で話しているが何なんだ。二人であることに何か意味があるのか。意味は不明です。本来私がカロン部隊の作戦に参加していた際は彼は存在していませんでした。そこから導かれる推論として、彼は私が緊急時スリープモードに移行することを余儀なくされた突発的な事態の中で必要に駆られて生み出された人格であると考えられます。それでその突発的な事態というのは。不明です。その際にカロン部隊の作戦支援中に獲得したデータは失われました。ならお前は一体何がわかるんだ。私たちは特殊作戦の支援 AI として設計されました。今後キャプテンたちが作戦行動を行うにあたって有益な情報を提供できるでしょう。じゃあ早速有益な情報とやらをくれ。俺はこの場所やここで見た怪物ども何もかもわからないことだらけなんだ。お前の知っていることは話してもらおう。ここはワームホールの先にある世界であり、便宜上ディーテ世界と私たちは呼んでいます。これまでの調査の過程で判明していることは、ディーテ世界は地球とよく似た環境を持つ世界だということです。ですが地球との決定的な相違点としてワンダラーや塵が存在することが挙げられます。塵？ディーテ世界の大部分を覆っている成分不明の微細な粒子で構成されている霧状の物質のことです。人間に対して非常に強い毒性を発揮し、何の対策もない状態では人はこの塵の中ではまともに活動できません。ここから元の世界に帰る方法は。方法はありますが現在それを実行することはできません。なぜ。機関には大型のワームホールを発生させる採掘機を起動する必要がありますが、実行のための情報が不足しているからです。カロン部隊は採掘機での帰還を前提に活動していましたので、キャプテンの回収するデータの中にその情報が含まれている可能性は高いと思われます。やはり俺にはお前の任務に協力する以外の道はなさそうだな。探索は手分けして行おう。カロン部隊のデータとやらを回収してくればいいんだな。僭越ながら意見を申し上げます。探索はキャプテンが単独で行うべきでしょう。ミスターリーブ、あなたの身体に激しい炎症と思われる局所的な体温上昇を確認しています。長時間の作戦行動はお勧めできません。そんなことまでわかるのか。では方針は決まりましたね。早速任務に移っていきましょう。長い行程になりますが、千里の道も一日にしてならずですよ、キャプテン。それを言うなら千里の道も一歩から、もしくはローマは一日にしてならずでは。そうでしたか。失礼、キャプテン。どうやら彼女は事故の影響でデータに混乱が生じているようです。本格的に任務を開始する前に基礎知識の確認を行いましょう。端末を開いてください。人間が生きるためには
私たちと異なり食料と飲料が必要です。適切なタイミングでの食料や水分補給を心がけてください。食料の確保に向かいましょう。端末のマップ画面を表示してください。マップではこれまで確認できた地形情報を表示しています。カロン部隊の記録は失われたため、未踏破の地域はあなた自身でマップ情報を更新していかなければなりません。また私たちのサポート可能エリア内ではあなたの現在位置を表示することができます。ただしエリア外ではその限りではありません。周囲の地形よりご自身の位置を判断してください。状況報告にはあなたの置かれている状況が表示されています。現在は食料と飲料の確保が必要な状態です。事態に合わせて情報が追加されますので定期的に確認してください。それでは食料と水の確保を行いましょう。利用可能な物資の位置を確認しましたので、まずはそちらを目指します。マップ上に予測位置をマークしましたので、ガイドマーカーを設置してください。ガイドマーカーを設置されましたね。このように目的地はご自身で設定していただくことになります。